はい、どうも、今回はね、こちらのブックスタンドですね、ブックスタンド。はい。こちらをね、購入しました。で、こちらね、結構ね、デカめですね、大きめ。まあ、僕の手が、このぐらいなんで、手のひらサイズぐらいの高さはある。で、結構ね、しっかりしてる。で、色もね、色合いもよく。僕、青色のね、ブックスタンドずっと欲しかったんで、まあ、買ったんですけど、まあ、これね、100均で買いました。100均ね、いろいろ見回った結果、どこで買ったのかと、どこで買うのが一番お得なのかと、一番どこがコスパがいいのかと申しますと答えます。カラーガーデイズ、カラーマイデイズ、暮らしを、私を彩る、セリアンですね。セリアです。正解はセリアでした。はい。ブックエンド T 型、大ビビットですね。これがなんと100円で買いだと。まあ、100円。まあ、厳密に言うと108円なんですけど、一方でね、競合のダイソーさんはこのサイズでね、だから、ここ多分サイズ、書いてますね。寸法が 16.5×13.5×19cm。この寸法ぐらいで、ダイソーさんは200円商品として売っていたので、まあこれで100円、100円、200円、まあ浮いたような形になるのかなと思いますね。はい。非常にね、この、まあ、色がね、気に入っているっていうのと、あとは大きさも結構デカめっていうのが気に入ってますね。はい。で、これで100円っていうね。はい。セリア、様々ですね。はい。やっぱりね、セリアで買った方がいい商品、キャンドゥで買った方がいい商品、ダイソーで買った方がいい商品ってやっぱあるんで、まあ、そういう情報もね、今後動画で流していけたらなと思います。とりあえず、ブックエンドに関しては、まあ、セリアが一歩抜きに出てるかなという印象ですね。はい。じゃ、今回は、ブックエンドに関しまして、動画を撮らせていただきました。ありがとうございます。失礼します。100均アドバイザーのちょいたるでした。